はい、今回はね、GN125 のどうしてもね、ヘッドライトが暗い問題のね、動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。SJ モトブログ。はい、というわけでね、今回自分の GN125、今までついてたね、フォグランプが壊れまして、今ここに、ちょっと暗いと思うんですけど、2灯についてるね、新しいフォグランプを追加しました。これ2個でね、2100円ぐらいで、現状で Amazon で売ってるね、非常に安い、多分一番安いね、フォグランプなんですけど、ステーがね、ミラーに灯締めできるタイプのステーになっていて、GN125、ここにリフレクターがついてるんですね。ちょっと分かりにくいから、携帯で照らそうかな。で、ここのリフレクターがネジ式になってるんで、ここにね、ステーをかまして、そのまま取り付けたっていう形でね、このミラーステー型に挟み込むフォグランプの形状っていうのはね、非常にこう使い勝手がいいですね。いろんなところにネジに灯締めできるんで、かなりおすすめな一品ですね。で、これね、ちっちゃいけど結構明るいんですよ。ちょっとつけていきますね。こんな感じでね、給湯の LED が、ちょっとカメラ的にね、どういうグッズになってるかわかんないんですけど、この給湯の LED がね、非常に明るくて、下手にね、ヘッドライトを H4 とかにするよりも非常に明るいんじゃないかなと思うんですよね。こっちのバイク側から見るとね、こんな感じなんですけど、映像だとちょっと伝えにくいところもあると思うんでね、写真の方も撮ってサムネかなんかに使っていきたいと思いますけどね、非常に明るいフォグランプですね。まあ、車外のね、ランプに BA20D とかのね、やつで、H4BS とか、まあ、形状の呼び方が2つあるのがちょっといまいちよくわかんないですけどね、ヘッドランプを交換することによって、ね、やっぱりこう明るさがだいぶ明るくなるんですけど、やっぱそれでもね、うちの忍者 250R とか忍者400に比べると非常に暗いんですよね。で、フォグランプ追加すると非常に明るくてね、満足してたんですけど、今回そのフォグランプが壊れてね、これに交換するとびっくりするぐらい明るいんですよね。2個で2100円なんですけど、もう全然、まあ、カメラで見てるよりも実際の目の感覚っていうのは iPhone で撮った写真に近いと思うんですけど、こう非常にね、幅広く綺麗に明るくね照らしてくれて非常に見やすいですね。いろんなさっき話したステーの形もね、いろんなステーの形があって、まあそれ若干ね、その仕様によって値段は変わってきてしまうんですけども、非常にこうコスパが良くてね、明るくて満足できる品ですね。耐久性はね、若干ちょっと不安視は正直あるんですけど、やっぱりこう LED がいくら長寿命だって言っても、それはその光るね、部分の話であって、周りのそのハンダとかね、配線っていう部分がやっぱりちょっとね、正直中華製品の安いものって不安が残りますよね。配線なんかもね、太さが全然細かったりしてね、ちょっと切れやすいっていうことなんかがあるのがね、こう中華の安いバイク用品とか車用品のね、あるあるだとは思うんですけどね。まあその辺はね、ちょっと値段的に目をつぶるしかないのかなと思うところもありますね。で、このフォグランプの配線ですけどね、 GN125 乗っててね、自分で DIY される方、そんな方はね、やっぱりご存知の方いらっしゃると思うんですけど、タンク下にね、サービスカプラ、多分ね、2F に関してはセキュリティっていう表示がついてたりすると思うんですけど、ちょっと H 型のね、カプラちゃんと見たことないんでわかんないんですけど、まあ、タンク下にね、使ってないカプラがありますんでね、ネットで検索すると、こことここで ACC 連動とかね、常時電源みたいな感じで表示は出てると思うんで、そこに配線を取ってるっていう形ですね。なるべくね、純正の配線ちょっと傷つけたくないんで、やっぱりこう、なるべくね、このバイク長く乗るために、なるべくそういったところはこういじっていかないようにするのがね、長持ちする秘訣になるかなと思って、その辺はなるべくこう傷つけないように乗ってるんですけどね。なんでこのサービスカプラーからね、電源を取るっていう形はね、私にとっては非常にこう理にかなってるというかね、まあ、そういった形なんで、サービスカプラーから電源を取っております。本当ね、これにしてからこう広い範囲を照らしてくれるんで、本当に不安なく夜でもね、こういった通勤でもバイク乗れますね。まあ、ただね、やっぱりああいった LED の光なんで、
直線の光が強いんでね、高さだけは、しっかり気をつけてもらってね、ちょっと低めに合わせるのが一番いいですね。対向車にね迷惑かけたりしてもねしょうがないんで、その辺はしっかりとね気遣って取り付けしていきたいところですね。ヘッドライトを H4 に変えたりとか HAD に変えたりとかねっていうことももちろん可能だと思うんですけどね、まあもちろんそっちの方が明るくなるような可能性も非常に高いと思いますしね、まあ先ほど言った通りね、なるべく純正の配線に加工を加えずになおかつこう満足のできる明るさにするっていう意味ではね、このフォグランプ非常にいいんじゃないかなと思います。このミラーともじめタイプって非常にいいですよね。いろんなところに自分で取り付けできますんでね。で、本当ね、写真見ていただければ分かる通りね、本当にこうこんなちっちゃいフォグランプでも綺麗な明るいね光を出してくれますんでね。同じようにね GN125 とか、あと中華系バイクですね、まだ有名どころで言えば YB とかね、あの辺も多分ヘッドライト暗いっていう話を聞くんで、そういったねこういったバイクにはねこういった安いフォグランプ追加することでね、明るさっていうのが全然変わってきますんで、非常におすすめですね。ということでね、今日も通勤なんですけど全然明るいですよね。さあ今357走ってますけどね、これぐらい明るくね問題なく走行することが可能なね、安いコスパのいいフォグランプとなっております。ちょっとね分かりにくいところもあると思うんで、後でね暗いところで撮った映像をね、載せておきたいと思います。こうやって見るとね非常に広い範囲が白くね明るく照らされているのが分かると思うんですけど、ちょっと柵があったりね、坂なんで若干映り方はおかしいと思うんですけど、本当非常に明るいんですよね。こうやってやってもね本当明るくて、今ねかなり明るく照らされたのが分かると思うんですけど、わざとねこういう分かりやすいところに入ってきたんですけど、非常にいいですねこのライト。本当におすすめで、安くてねいいフォグランプだと思いますんで、同じようなね輸入車とかね小型車でヘッドライトが暗いっていう方はね、ぜひ試してみてもいい価格なんじゃないかなと思います。ということで今回は格安フォグランプ、2個で2100円でね購入したフォグランプが非常に明るかったんでね、おすすめですというお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。